屋外カメラ、屋内カメラにはそれぞれ動作検知、人感センサーが搭載されています。動作検知は人の動き、人感センサーは赤外線で熱源の動きに反応します。ここではそれぞれの設定方法について説明をします。カメラの動作検知、人感センサーが正しく動作しているかを確認します。まずはじめにカメラとホームユニット間の電波状況が圏外でないことを確認します。カメラの状態表示ランプの色をご確認ください。赤色ですと電波状況が悪い状態です。オレンジか緑色になるようカメラまたはホームユニットを移動させてください。次に動作検知の反応を確認します。ホーム画面でカメラをタップします。確認したいカメラの画面をタップします。設定メニューをタップします。カメラの設定をタップします。センサー確認をタップします。動作検知をタップします。動作検知の確認画面が開きます。動作検知が反応すると反応した箇所を黄色で表示します。人が通ったりした際に反応するか確認をしてください。人感センサーの反応を確認します。動作検知と同じく確認したいカメラの画面から確認を行います。人感センサーをタップします。人感センサーの確認画面が開きます。人感センサーが反応すると人感センサーという文字が表示されます。人が通ったりした際に反応するか確認をしてください。動作検知、人感センサー感度を設定します。ホーム画面でカメラをタップします。変更したいカメラの画面をタップします。設定メニューをタップします。カメラの設定をタップします。人感動作検知感度をタップします。変更したい感度を選択してチェックし OK をタップします。人感センサー、動作検知の感度をそれぞれ個別に変更したい場合は各センサーの個別設定をタップして設定してください。これで感度の設定は完了です。動作検知の検知する範囲を設定します。ホーム画面でカメラをタップします。変更したいカメラを選択しタップします。設定メニューをタップします。カメラの設定をタップします。動作検知範囲をタップします。動作検知をさせたくない場所をタップしてください。タップした場所がグレーになりその部分は動作検知しなくなります。その状態で OK をタップしてください。これで動作検知の範囲の設定は完了です。人感センサーの検知する範囲を調整します。人感センサーの調整には同梱されているセンサー範囲調整キャップが必要です。
センサー範囲調整キャップは4種類同梱されています。検知させたくないものがどこにあるかを確認し、センサー範囲調整キャップの種類と取り付ける向きを確認してください。例えば右側に検知させたくないものがある場合は、キャップ1から3のいずれかを A の向きで取り付けます。左上に検知させたくないものがある場合は、キャップ1から3のいずれかを B の向きで取り付けます。それでは実際にキャップを取り付けてみましょう。屋外カメラのセンサー範囲調整キャップを取り外します。同梱されている4種類のキャップのうち1つをセンサーに取り付けます。その際、キャップの爪を上方向または45度に回転させてから取り付けます。これで人感センサーの検知範囲の調整は完了です。